さんこんにちは、2月23日にですね、ニュルブルクリンクのお披露目会も無事に終わりまして、それ以降、かなりたくさんですね、富士スピードウェイにて、テストを行ってます。僕自身も WRX に乗るのは初めてで、まあ、いろいろ不安もあったんですけど、本当にチームが、たくさん走行の機会を作ってくれて、すごく WRX の動きに関しても、理解を、深めることができました。まだまだ本番に向けてはテストが続きますが、本当に、まあ、もう今の段階でニュルブルクリンクのコースに行くのが非常に楽しみです。ぜひ、期待していただければなというふうに思います。